おはようございます。わが瀬の影山です。今日もよろしくお願いします。ということで、ヒマラヤラジオやっていきたいと思います。えー、先日ですね、えー、恒例の墓参りですね、恒例の墓参り、僕にとっては恒例の墓参りなんですけども、えー、行ってきました。うん、で、まあまあ、あの、夏なんで、なかなか墓参り、こう、暑いですね。 で墓参りしてるとこう今が夏なんやなだんだん寒くなってきたな冬になったなとかいろいろこう季節をこう感じるということですね、えー、墓参りに行くと。でこう、まあ、暑さだけでなくですねその墓の、えー、掃除をするんですけれどもその時のこう雑草ですね えー、草がねこうものすごい生えてる状態になってるんですね。えー、先日行った時ももう,もう夏真っ盛りなんでですね、えー、ものすごいこう雑草が生えていてですねでまあその、えー、草引きをするので結構もう,こうじわっと汗をかくというかねちょっと動くだけ、ま、もう動くだけというかじっとしてるだけでも汗が出てくるような暑さだったんで、えー、なかなかこううん。 大変というかね。まあ、夏はやっぱ、ほんまにこう、雑草ですね。すごい生えてきますね。うん。まあ、ああいう雑草、いろんな、たくましいというか、なんというかね、もう、うん、何もしないで、あ、ここまでこう育つっていうのがすごいですよね。雑草っていうのはね。うん。ほんで、まあまあ、雑草を、まあ、草引きしていって、それもなかなかね、それが結構。 でもう切りないというかすごい量なんでまた8月に来た時にもっとしっかりとね、えー、家族で墓参りする 時にこうしっかりやるとして、まあ、今回はまあ,ある程度こう草引きできたらいいかなっていう感じでですね、えー、時計見てねまあまあ10分後ぐらい5分後かな10分後かなそれぐらい何分になって例えばこう11時10分までやりましょうという感じでこうやっていってですねほんでなんとかこう、まあ、ある程度はねこうむっちゃこう雑草がボーボーに生えたもんが、まあ、ある程度こうカットされてそれでもまあ雑なこう 草引きやったんでこう完璧にできたっていう感じではなかったんですけどもそれでこう家から持ってきたねこうゴミ袋ですねゴミ袋にこう全部雑草を入れてですねでえーまあまあ墓掃除うんまあオイルというかそっからまあまあ墓墓自体にね墓自体にこう水をかけていきますこうゆっくりとかけていってですねほんでこうえ持ってきたこうタオルでですねこう 墓自体をこう拭く状態まあまあ夏なんですぐに乾くんですけども一応こう拭くとほいでこう水がこう入ってる水入れをこう、えー、の水を一回捨ててですねほんで中をこうなんかこうぬるっとしてる全部こうきれいにこう手でこうきれいに掃除をしてですねほんで水をもう一回揃えてほんで線香ですねで線香をこう立ててで火をつけてほんでお参りをすると。 いうことでこうお参りをします。でお参りするときは僕はですね一応あのまあ、人生順調ですということをこうご先祖様にこうお伝えするようにこうしているということですね。あとはまあまああのー。 ご先祖様に、えー、私に何かしてほしいことがあったら、えー、何かお伝えくださいということでこれは何かこう何か声が聞こえるとかそういうことではないんですけども何かそういうこういい方向へこう向かっていくようにこう導いてくださいみたいなことも含めあと何かこういうことをこう 何かでこう感じ取ってですね自分がやる行動の中にこうねそういうものがあるかもしれないまあかんないそんなん全然ないかもしれないですけどもでこうやっていくとほんでまあまあ、えー、墓をね、えー、墓参りを終えると。 ということで一応その墓参りに関しては、えー、月1回ですねこうやっていくという形ですねなるべくですねで忙しい時はね、えー、やらない月も、えー、墓参り行けない月もあるんですけども基本的には、えー、月1回はこう言っておきたいなと。うん もちろんお盆、正月、その辺は当たり前としてですね、え他の月もやっていくということですね。で、献花に関してね、うん、お花に関してはですね、えー、普段はまは買ってないです。昔は買ってた時もあったんですけど、買わずにですね、えー、まあ、お盆と正月はまあえー、花をこう、まあ、喧花するという形にはなるんですけども、うん、まあまあ、うん。 そそれはそれはでいいかなと、まあ、墓掃除と、まあ、墓参りをしていればいいかなということですね。で、えー、こういう墓参りとか墓掃除とかそういうことっていうのはですねこう自分のこう心の状態というかねそういうものが反映じゃないな、うん、どう言ったらいいかな。 自分の状態がねそれなりに落ち着いているというかそういう状態であればですね、えー、墓参りをこうしているかなというふうに思いますだから忙しくこう,う動き回っててですねなかなかこう行けないことであったりこう気持ちの中にこうなんかこう余裕のない状態であるとなかなか墓参りにこう行く気持ちになれなかったりとかこういろいろあったんですねで今はこうすごく こう自分にとってはまあそこそこのまあ状態かなと思うんでこう墓参りがこう行けている状態とでそういう状態をなるべくこう作っていくということですねあとはまあまあ墓がまあ遠くなって僕はまあどっかこか移住してですねえ違う場所に行った場合にこう墓がえその今のねこう滋賀県の大津市の場所にあればなかなかこう来れない状態になりますよね。違う まあ、県であったりそういううういいいいととところへ行くとですねなななかかなか厳しに思まあそれでもこう時間作っていきたいその、えー、移住先がどこになるかっていうのにもよりますよねかなりこう遠い状態であったりねこう中部地方の方ですねこう静岡とかこう山梨とかそっち側に行っちゃうとですねなかなか厳しいかなと。 でまあ、福井とかね、こう京都とか大阪とかそういうところであればですね、まあまあのー、まあのま主要なお盆正月、プラスアルファぐらいはこう行けるかなというところではありますね。えー、その辺はこうどうなるかはわかんない。まあまあ、もちろんここへ行こける場合もあります。それやとこう行けるんですけどもというところですね。うん でまあまああのー、こうやって墓参りに頻繁に行くようになったのは僕は独立してからなんで、えーまあ、8年以上前ぐらいからこうそういうことをこうするようになったと。で以前はねこう墓参りと同時にこう神社とかねこうそういうのをこう、まあ、行ってたことがあったんですね。 でそれをセットにこうしてたことがあるんです最近はそれなかなか行ってないですけどもまたねこうま氏、あ、神様のところに行くのもそうですし、えー、まあいろいろねこう行くところはあるんでっていうことでそういうのもまた行けたらいいかなとなかなかねこう行けてない状況ではあるんですけども、うんまあ、その辺だから自分の心がこうなんかこう余裕がないというかね、うん なんかこう、いろんなストレスがかかって、こう。うん。その、結構しんどい状態であると、なかなか墓参りへ行く余裕がないと。だから、逆に言うと墓参り行って。 いられる自分であればですね、まあまあ大丈夫かなというふうな感じでありますね。その辺をこうちょっと俯瞰的に見るとそういうことかなと思います。だから自分のこう何か焦っていろいろやってる時っていうのは墓参りに行けてない時ですね。独立性からでもねで。墓参りに着実に行ってる時っていうのはまあまあ、えー、まあ苦しい。 苦しくもありましたけどもまあまあそれなりに安定している状態かなというふうにこう思います。ということで今日は高齢、えー、の墓参りですね高齢の墓参りについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます。